ちは、アヌルチャンネルです。アヌルチャンネルは皆様の人生にお役に立つ情報をお届けしておりますということで、山田先生にまた参加していただきます。よろしくお願いします。なぜかと言いますと、話してる間に聞きたいことがどん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 出てきてですね、今回はちょっと、エネルギーの話を、人のエネルギーの話ですね、を教えていただきたいなと思って、由美さんなんかはどうですか、エネルギーについて。ですね、まず人のエネルギーっていろいろあると思うんですけども、量が多い少ないとか、あと質の問題とかもいろいろあると思うんですけども、まあ、本来その自分のエネルギーを自分の人生を良くするために使わなきゃいけないんですけども、まあ、時にしてちょっとそれをね、違う方に使っちゃって人にこう投げちゃう人がいたりとかしますよね。でまずその時にね、ブロックの仕方とかって何かありますか先生。そうですね、以前の自分で影響を受けてたんです。今思うとネガティブなものを受けるということはね、やっぱり自分もネガティブだったのねって。なるほど、なるほど、なるほど。自分の軸、芯がしっかりしてなかった、弱いから。あとは交わすということを知らなかった。全部成功、全部受け取る。まあ、これ人間関係とか、その人と人の関わり方にも影響すると思うんだけどね、人からこう言われた時にね、もろこう受け取ってうってなってしまう人、それによって落ち込んだりとか影響されてる人もいるんだけど、かわすということも覚えることがね、大事かなって思うんだよね。あとはその自分を守らなくてはいけない、守ろうとすると守れない、影響を受けてしまう。守ろうとするということはね、結局自分が影響されるかもしれないという不安が根底にあることだよね。そしてね、その相手から来たエネルギーと自分のエネルギーが同じだったら衝突する。相手のエネルギーの強さとか質とか量とか、そういうものでこう自分に影響を受けるとか、相手に影響してしまうとか、そういうことが起きてしまうわけだね。先生の場合はエネルギーの強さというか怖さみたいなのをよくご存知なので、人にそういう負のエネルギーを飛ばすなんていうのはやっぱりもってのほか。もってのほか。怖い怖い。絶対そんなことできないよね。放てば帰ってくるってことですもんね。そうだよね、宇宙の真理はね、やっぱり出したものは帰ってくるわけだから、出したものの質と入ってくるものの質って同じわけだから、なるほどね。強いネガティブなものを出せば、自分に戻ってくる時も強いよね。じゃあ恨みを出せば恨みが返ってくるし、愛を出せば愛が返ってくるし、そうね、だからいいことを出していくっていうことが、自分のためよね。そうよね、そういうことですよ ね。だから結局人に対してね、妬みとか、そういうことでネガティブなエネルギーを送るわけでしょ、それって自分のためにもならないよね。自分を守ろうとして相手にマイナスのエネルギーを送って自分だけ勝とうとしたり、優位に立っていたいとか、だけどそれは決して自分のためにはならないということ。だからどういうものを出すかっていうことが大事よね。でだからもう何、この風の時代になって波動の時代とか言われてるでしょ。だからね、もう隠せないよね。今までは社交辞令とか、社交辞令であっても社交辞令が許されてるし、そういうものだっていう時代があればね、それで通ったかもしれないけど、今の時代そんなことやられるとね、違和感。まあ、目を覚まして本質で生きていきましょうっていうことですよね。もう嘘とかそういうのはもう通用しない時代だ。もう通用しないよって。今日私たち統合してもらったんですね、由美さんと。先生がその統合始めた時に、なんか急に人格、先生の人格がちょっと変わって怖かったんですけど、何を見てたんですかあれは。エネルギー、エネルギー。でもね、それだっていつもそうとは限らないんだけど、例えばその一つのテーマであったってね、一つの問題であっても10人いたら10人ね、十色の答え方がある、カウンセリングも同じ方のカウンセリングをするにしても、やっぱりその時その時で違うわけで、それはやっぱり個人の尊厳ということもあるし、
相手の、ね、聖域に土足では踏み込まない、うん、その時その時その人が許しているところまで、うん、ここまでは解決しておきたい、うん、でもここはまだ問題として取っておきたいところもあるんですよね、うん、口では解決してください先生って言ってくるけど蓋を開けて中を先生が見てみたら、うん、ここの問題はちょっと取っといてっていうところがあったりするってことですか。そうですそうです。あとはね、口頭でねこう入ろうとすると、うん、でもだってだっての言葉でこう返してくる言葉で出る場合はねまたそれでいいんだけど、言葉で出ない場合はやっぱりエネルギーを読まなくちゃいけない、うん、ただでも先生にその、うん、あのお話しいただいてるのはすごい説得力でしたね。やっぱ見てる人は、うん、見られてるなっていうのが分かりましたね、うん、私の過去とか、うん、中とかを見られてるなっていうのは、うん、やっぱりねそこら辺のところもそのいかに私が中立の立場でいるかなんでね、これをカウンセリングの時に言ったらどう思われるか、どう思われるでしょうかっていうことがね、クライアントさんが気になるともう見せなくなってしまうから、うん、大丈夫よって見せてもいいのよっていう体制で常にね、でも私は泣いちゃう人とかもいるでしょうね、うん、そのカウンセリングの時のね涙っていうのはコントロール効かないよね、こう本人もなんだかわからないんだけどすいません涙出てきましたみたいな、ね、コントロール不能状態、ね、それはハイヤーセルフは喜んでるわけですよね。そうですそうです。ハイヤーセルフとコンタクトを取ってこの方をどういうふうに解決することが一番楽になるかっていうので、こういう悩みを今も本当は持ってるよとか、そういうこともありますし、こちらね私自身がパッと見て感じること、だからねやっぱり皆さんにね負担なく、負担なさすぎるよね。いや意味あるのよ、意味あるのよ、うん、ここポイントなんだけどね、うん、クライアントの方が楽に解放して解決するということはね、うん、やる方も楽なのよ、ありがとう、そういうこと、そういうことなのよ、うん、だからそのねやっぱりほら皆さんのマイナスを聞いてるわけでしょ、うんうんうん、影響あっちゃいけないでしょ、うんうんうん、だから簡単に、お互い簡単に、そう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 、そしてどういう感情を持っていても相手の中に入り込まないから感じるだけ、感じ取らない、感じるだけ、深いな、取るから、感じ取るから影響を受けるわけね、先生この本って、うん、この本って本当に最初のちょこっとしか触れられないんですよ、この一冊、うん、これ見てる出版社の方ぜひ2冊目お願いしますちょっとちゃんと学びたい人いっぱいいるような気がする、うん、もちろんほら先生に予約して見ていただくのもいいんですけど、うんうん、なかなかちょっと予約の加減もあるでしょうし、そうだね、ねえ、うん、基本的には弟子入りするつもりだから、あとあれですよね、3月には、あ、そう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 、そう、3月の13、14の同日で緊急風の時代の山田先生ツアーを開催することになりました。しかもですね、ツアー以外に講演会だけ参加することも OK ですね、 OK ということで、ちょっと一泊二日は難しいんだけれども講演会だけ、参加したいなっていう方はリーズナブルな可愛いお値段で講演会の企画しております。福島の方はぜひ、ね、講演会だけでも参加いただければ、うん、なぜかというとですね、これがまた自慢なんですけど、天狗村の土地のエネルギーがやっぱりすごいらしいんですよ、うん、でそうですそうです、山田先生は毎月毎月何年も天狗村にいたんですって、私たち知らなかったんですけどで、ね、天狗村でも実は去年も毎年ツアーをされてたんですよ、去年の3月にリトリートやったんです、ね、そうなんですよ、うん、そうそう、で今年はちょっと私たちにお手伝いさせていただけるということで、毎年やっているものプラス、うん、講演会も、うん、プラスして、なんと講演会は内容が、集団統合、うん、より多くの方とねやるとやっぱりそれだけ強いエネルギーが降りてきますし、うんうん、その私たちが今日やってもらったみたいなのをそこでやってくれるの全員ですよ、めっちゃ得じゃない、うん、だって普通何ヶ月も待たなきゃいけないし、ね、あ、そうですそうですそうです、カウンセリングの場合今ね3ヶ月待っていただいてるんですけどね、うんうん、すごくないですか、ホームページもなくて口コミだけで、ね、それも30年近く、ありがとうございます。
ます。ありがたいですね。この放送を流す頃には、おそらくイベントの募集ももう可能かと思いますので、はい、はい、お申し込みをぜひしていただけたらと思います。集団統合。簡単に、軽やかに、スムーズに、楽に。そして見ててください、皆さん。私と由美さんがどう変わるか。そう、変わっちゃうよ、もう。変わっちゃうか。はい。ということでですね、3シリーズにわたって、先生に来ていただきました。ありがとうございます。先生、ありがとうございました。どうもありがとうございました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。